じゃあユーティリティ。はい。それは何番なんですか。ユーティリティ3番です。3番。3と5で入ってるんで。ああ、なるほど。3で長い方でいきます。200ぐらいですか。もっと。いや、そんな感じ、そんな感じ。ああ、行かないけど、はい、180。180ぐらいで。なんかその軽々振ってますもんね。一生懸命振ってあるぐらいですからね。別に一生懸命は振ってないんですよね。一生懸命は振ってないですね。そう1割ぐらいですかね。なんかユーティリティって、はい、アイアンみたいに打ち込むのか、ウッドみたいに払うのか分かんないっていう生徒さんいないですか？あー、いらっしゃいますね。いますいます。どっちなんですか？どっかどっちでもないです。なるほど、アイアン。それって多分ドライバーとかウェッジとかもそれぞれ変えちゃってる人が言う言葉なんですよ。あー、すごいウェッジだからそう、打ち込みから打ち込むんでしょうとか、うん、ドライバーだからこうアッパー気味に入れるんでしょうとか、うんうん、入射角を自らこう操っちゃってる、そう作ろうとしちゃってる人がすごく多くて、それはその基本ができてる人がやれば全然問題ないんですけど、まずそのベースができてないでやろうとするとダフリードがトップの原因にもなっちゃうんで、基本的には一つのスイングで足の幅だけ変えて入射角を変更するっていう、足が広くなればなるほどちょっとアッパー気味になるし、狭くすればするほどちょっとダウンブロー気味になりやすいんですよ。全て同じボールの位置で同じように振って、あとは足の幅だけ変えてあげるっていう打ち方が一番安定しやすいです。なんか打ち込むとか払うとかじゃなくて、そこはそんな気にしなくていいから、スタンスだったりとか、そうです、足の幅です。アイアン以上フェアウェイといいかな。バント。はい。フェアウェイウッドぐらいになると、さすがにあれですか、距離出そうと思ってちょっと振っていくんです。それともやっぱりそこも一定なんですか。若干振っていくは振っていくんですけど、ただそれだと力入りやすくなるんで、グリップだけ気をつけます。その代わり、うんうんうん、利き手が右手なんで力入れようと思うとだんだんこう下からギュッて握りやすくなっちゃうんで、できるだけ横からこう振って打つように、力まないようにして、振っていこうとは思うけど、力まないように気をつける。右手の力だけ、そうです、まあ、力むとか手に力が入らないように、うん、グリップをちょっと注意するようにしてます。森ちゃんは、はい、ずっとレッスンで行くんですか、それともなんかあの LPGA のステップアップとかその辺も視野に出てるんですか。そうですね、どっちもやっていきたいです。はい、教えるのも好きだし、でもそうですね、試合も出たいな。4年ぐらい会社員やってたんでちょっと備えです。あ、そうなんだ、一回ちょっとあれなんだ。そうなんです、やってたんで、ずっと試合一回お休みしてたんです。今さ、ちょうどプロテスト中じゃん。はい。あれは関係ない。
ティーチングのプロのライセンス持ってれば、はい、ステップアップとかも出れる。ティーチングプロの資格には A と B があって、 A 級まで取れれば QT とかに出れるようになります。女子の場合は PGA のライセンス、LPGA のティーチングで、はい、今 B 級で、はい、来年 A 級を受けるので、なるほど、再来年から QT とかにも出れる資格が入る。そういう入り口があるんです。正会員はティーチングの影響を取るか、ツアープロに受かるかのどっちかしかないので、うん、